トンブリトンブリは赤坂宝器儀族の一年草である宝器儀の成熟果実を加熱加工したものの日本語での名称である。日本では古来民間療法で用いる木薬の一つであったが現代では日本文化における食品の一つとして用いられることが多くなった。トンブリの名の由来についてはブリコに似た東伝来のものを意味するトンブリコが省略され、 添加したものとする説が有力である。日本語で一般にはしばしば、トンブリとも記されるが、トンブリは、生物の種を表す和名ではないため、生物学分野の学術的記述の中で、カタカナ表記されることはない。食品としての、トンブリの由来は、放棄の材料とするために放棄儀を広く民間で、栽培していた近世の日本にて、基金に品した、 では国の米城川流域に暮らす民がその果実を何とか工夫して食べることに迫られ、加工したのが始まりとされる。以後、これが当地域の特産物として定着し、現在、国内で商品として、リを継続して、生産、出荷している産地は、大館市のみと言われている。トンブリの生産方法は、以下の通り、直径1から2ミリメートル程度の粒状で、味は、 無味無臭だが、プチプチとした歯触りを楽しむ食材として使われることが多く、畑のキャビアとも呼ばれる。漢方医学では、地肌子と呼ばれ、主に利尿と競争を薬効とする気薬として扱われた。トンブリのスコパリアのシド類とコチアのシド類には、小腸でのグルコースの吸収抑制等による血糖値上昇抑制活性が認められた。ありがとうございます。